あったかいほうじ茶2個と冷たいアイスコーヒーをこれドライブのお供に作りました。今日はホミンの友達と一緒に車借りて観光します。いやー、今日めっちゃ綺麗、めっちゃ天気いい、青空で。本当、気温もどうだろう、風も冷たいけど爽やかな感じ、気分いい。今から国立公園のパスをもらいに行って、その後レンタカーしに行きます。ちょっと風が結構強いね。でも、天気良くてよかった、本当に。まあ、運転もね、安全だしね、そっちの方が気持ちいい。本当だ、つららがすごい。ハミスノボで鍛えられたバランス感覚。はい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 、つららがかわいい。こっち側溶けてる。やって、あ、本当だ本当だ、クロスカントリーしてる。絶景レストラン。こっから見るのもまたすごい、この窓で見るのもすごい素敵だよね。スケートできるね。あ、結構広いね。歩けるかわかん、これ、うん、結構、うん、きつく締めた方がいい。うん、歩きやすい。うん、
もう全く動かないようにガッと閉めた方がいいと、うん、湖でスケート超ゴージャス。いや、いけるでしょ、今立てたから、うん、うん。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。よいしょ。だけどなかなか足入んないから、あ、入った、ふう、よいしょ。体をやってるからバランス感覚とか体幹が、おう、うん、滑れてるね。スケートが1個しかないから順番で、あ、でも本人はこう私のスケート履けないから、まあ写真係に。スケート気持ちいい、久しぶりに3年ぶりぐらい、まだちょっとかなりっくり、おやつタイム、カフェ、なんかいろいろ美味しそう。このアップルタルトがめっちゃうまそう。マフィンとかも美味しそう。うん、ツイストも美味しそうね。ターキーだって。これ？ねえねえ、衝撃の事実が発覚して。ビールが買えんの。カフェだと思ってたけど、あ、これビール、このこれセレクション、これか。え、ビール飲もうと思ってるけど飲まない。あ、ビールは大丈夫です。あ、ほんと飲んでください、絶対美味しいです。うん、でも塩うからな。私一人飲むのどう思う、一番酔っ払う人が一人飲むって。これこれアップル、あ、違う、メープルピーカンデニッシュって、レーズンデニッシュ、え、これとこれ両方美味しそう。Yeah, can I have maple pecan danish? And then raisin danish, please. Thank you. And then can I also have like the grizzly powder, it's very thin, please. Thank you.And this one, thank you. Yeah, drink it here? Yeah. 試してみて、これラズベリーエール、タワキーサンドイッチ。ホミももちろん食べるよね。なんかラズベリーのソースついてるから、ターキーだから。あ、クランベリーかな、クランベリーだっけ、わかんない。すごいテカテカで美味しそうだったんだよ、これが。甘ったるい、うんうん、メープルの風味がボロボロこぼれた、うんうん、メープル独特の甘み、あとイエーイ。あ、じゃあちょっとこれ捨ててきてもらおうかな。分かるんだ、ちょっと待って。アップルタルトホミに買ってきてもらった。イエーイ。お腹いっぱい。Thank you.
いいよ、一瞬狙っていいよ。持ったね、よかったよかったよかった、持たせてよかったよかった。湖もう一回拝んで、でまた次の場所へ移動。あっちがスケートリンク、あそこが、あそこでカヌー借りれるの。あの小屋みたいな、うん、今からちょっと歩いて凍ってる滝を見に行きます。でも道がツンツルてんかもしれん。一応ここあれじゃない、こう 見下ろせるポイント、川が見える。うん、こっちあんま見えない。まあ夏だったらここも川だからここも見えんね。うん、うん、雪が掘れてるだけで、うん、あーめっちゃ水がきれい。あ、こっちも見えるね。下に水が、あ、ここもほらちょっと滝が凍ってる。あ、今ちょっと転んだ。うん、大丈夫、ありがとう。この氷透けて滝が流れてるの見えんのよ。滝が、スキー場に向かう道。へえ、うん、ほとんどスキー場に着くか着かないかぐらいの手前のところに展望台があって、街が全部見渡せるのね。結構すごい風があるな。街が見下ろせる展望台。そっち側スキー場。あっちに戻ってきてスーパーで買い出し。まあ何でもいいよ、待って食べればいい。このやつは細いね。キャベツあんまいいのないね。でもさ、うちの家のやつもあれなんか変だって、とりあえず買っといた方がいいよね。なんかちょっと弱そうなのしかないけど。
ニンニクってあったっけ？ニンニクはある。これぐらいでいいよね。4人だからもっと多い方がいい。でもこれぐらいあれば十分だよ、ね。野菜も入るから意外と。うんうん、それか、まあ、チキンウィングとかでもいいけど、オーブンでもいいし、揚げてもいいし、まあでもタッドリタンの方がいいかも、その料理の種類的に。じゃあタッドリタンお願いします。何、どれどれどれ、これそれでもこれなの、これ胸肉。あーでもこっちもいいんだけど、俺的には足が好きだけど、うん、俺は、うん、食べる人が食べづらいかなと思った。いいんじゃない、こっちでしょうがない。じゃあ明日ホミンがタッドリタン作ってくれて、私は餃子作ればいいね。うん、明日だよ。あ、違う、明後日です。間違えました。明後日です。日曜日でしょ。ちょっと辛いのも作ろう。オッケー。終わり？あとあるっけ、何か？ないよね。アイス。アイス家にあった。え、食べちゃった？ないよ。あ、知らない。最近食べ、え、み、え、嘘ないの家に。あ、そう。ないと思います。うん。スーパーで買い出しして、今からリカストアでお酒買います。そんで今日は家でちょっと飲んで、つまみ食べて終わりって感じかな。ビール奥。何がいい？わかんないから。嘘だ、コカリンも飲むじゃん。ここが温かい感じ。うん、コカリン帰ろう帰ろう。うん、美味しい。でもプッタクポックミは初めて食べたけど、うん、美味しいかった、良かった。うん、もうパクさんはね、チキンフレーバーなんだ。本物だから。余裕じゃないですか、こんな辛さ。辛い辛い。全然辛い。もう汗出てんの。うん、鼻の脇から。辛い。小鼻っていうの？辛い。でもこれ美味しいよ、本当。ここも作る。バターとオリーブオイル。もう最高じゃん、だって。これいつもでもね、このね、フライパンよりも、フライパンって言わないね、これ鍋よりも、もうね、あふれちゃって、あ、どうしようどうしようどうしようつって、すくいながら、移しながらやって。袋から立ってあげるんじゃないですかね。だから、嬉しいですね。うん、はい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 、鍋より来た、鍋より来ました。はい、鍋より来ました。
あれ、お鍋、おまるじゃない、これお鍋で、何おわんじゃなくて、なんていうの、どんぶり、どんぶりがね、まあ、これがきっとそうだけどさ、まあ、あ、でももうこれで終わったかも、これぐらいで終わったかも、だからまあ鍋でもいいかもしれない、この下にも入っちゃったの、できた、できた、今キャラメルポップコーンを作ろうと思って砂糖とバターを熱してます。うん、キャラメルできてきたかな、焦がしすぎた、苦い、でもさっきソースの味見たら甘かったけど、めっちゃすごいですね、一瞬で作っちゃうんですね、これの、あ、確かにちょっと苦いね、うん、これちょっと手前でよかったかもしれないね、逆に砂糖が多すぎたかもしれない、うん、味薄いな、味薄い、いや、あんまり何も入れなかったの、砂糖一応、本人が卵を作った、砂糖入れたんだけど、うん、俺的に甘いものあんま好きじゃないから、好きじゃないの、好きじゃないっていうか、まあ甘い卵好きじゃないってこと、だし巻き卵の方が好きだから、うん、だし入れたんですか、だしはないから、うん、めんつゆ、だから一応七味を持ってきたんだけど、うん、ケチャップとかないんだよね、うちに、うん、ケチャップはないけど、醤油かけたら、醤油、うん、醤油、普通醤油かけるよね、うんうん、醤油かける、うん、ケチャップは、うん、あのオムレツにはかけるけど、うん、卵焼きは、まあ、用途はみたいな。